西岸はカナダの作家マーガレット・アトウッドのディストピア小説であり、次女の物語の続編である。2019年に発表され、日本では2020年に早川書房より出版された。舞台は次女の物語と共通している。ギレアデ共和国はアメリカ東海岸を中心とした国家であり、周辺国家とは戦争状態にある。 西海岸の国とは敵対し、テキサスとはより穏健な関係を持つ。物語は三人の女性の目から語られる。カズとメは、次女の物語にも登場した、リディアオバであり、ギレアで共和国成立前は、教師などを経て、判事を務めていた。その後、ギレアでに迎合することで生き延び、密かにギレアで転覆のために努力し、日記を残す。二人目は、 司令官の家に幼女に迎えられたアグネス・ジェミマである。アグネスは司令官の後歳に疎まれはるかに年上の司令官との結婚を強制される。これを嫌がり、おばとなるために養成施設に入り、リディア・叔母に出会う。三人目はカナダでデイジーとして育てられた、ニコールである。養父母をギレアデの送ったテロリストに殺されたニコールは、ギレアデに潜入し、 リディアオバに託されたギレアデのスキャンダルを暴く文章を託され、種違いの姉と分かったアグネスと共にカナダに戻る。ギレアデ共和国は3人の女性の努力により激しく動揺する。二人は実の母に会う。ありがとうございます。